攻守方向入れ替わりまして、これよりファイナルクォーター第4クォーターに移ります。サイドワインダーズ相手陣47ヤードからファーストダウン10。ビッグゲイファッサー、ここでクォーターバック19番中央切れ込んだワイドレシーバーへのロングパス、これを見事にレシーバーキャッチしまして、タックル受けながら大きなゲイン、ビッグゲイン遂げまして攻撃権更新、ファーストダウンとなっていますが、ここでフィールド上に審判団からイエローフラッグが投入されています。さあこの反則は果たしてどちらの反則でしょうか。オフェンスの反則です。イリーガルフォーメーション、不正なフォーメーションを使いましてのプレーとなりました。オフェンスにはポジションに定めがあります。この位置取りを誤りますとイリーガルフォーメーション、不正な展開でプレーをしたということで反則となります。従いまして先ほどのプレーは無効となります。反則によりまして5ヤード下がりまして、サイドワインダーズファーストダウンやり直しとなります。非常に大きなプレーでしたが、ここでサイドワインダーズ痛い反則がありまして、先ほどのビッグプレーは無効という形になりました。琉球命拾いをした形になっております。さあ仕切り直す形で試合再開です。サイドウェンダーズ自陣47ヤードからファーストダウン15、パス通ります。ナイスキャッチ。クォーターバック19番中央に入っておりましたワイドレシーバー0番にパスを通し、0番カバーされながらキャッチし、約13ヤードのゲインとしています。カバーされながら見事にキャッチを果たしております。サイドワインダーズ0番の高下でした。神戸学院大学出身。サイドワインダーズセカンドダウン2、中央へランプレー、サイドワインダーズファースター、ランニングバック10番ハンドフを受けて時間差を置いて一気に中央突破、見事隙間を切れ込みまして攻撃権更新です。サイドワインダーズファースター、見事なラン決めましたのはサイドワインダーズ10番の浦田、大阪産業大学出身のプレイヤーです。サイドワインダーズ相手陣29ヤードからファーストダウン10、パス不成功。ここで一気にエンドゾーン狙わんというパスを投じました。ターゲット4番ダイビングキャッチ試みましたが、わずかにオーバースロー、パス不成功によりセカンドダウンに変わります。サイドワインダーズセカンドダウン10、ここでホイッスル、Thank you.
オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めませんでした。結果オフェンス5ヤード下がりまして、セカンドダウンやり直しです。サイドワインダーズ相手陣35ヤードからセカンドダウン15で試合再開。ナイスパスカット。ここでパスプレーに入りましたサイドワインダーズ。しかしそのパスを琉球92番パスカットしまして送信しています。見事なパスカットを決めましたが、琉球92番のゲイブ・エルバーツ。サイドワインダーズサーダウン15。さあ琉球しのぐでしょうか、あるいはこれをサイドワインダーズ突破するでしょうか。ここでホイッスルが鳴っています。ここで琉球が後半1回目のタイムアウトを取ります。この配信は X3 ウエスト全19チームの共同企画によって実現しております。多くの企業様、個人様のご寄付、ご記者によりまして、この配信は実現いたしました。そのご厚情、大変感謝申し上げます。この企画は現在も継続しております。この配信の YouTube 説明概要欄に、そのショッピングカートの URL がございます。こちらをご覧いただき、内容にご理解、そしてご協力いただける方々は、ぜひよろしくお願い申し上げます。さあタイムアウトを受けまして試合再開。サイドワインダーズサーダウン15。パス成功、ファースター。ここでクォーターバック19番が投じました高いパス、これを競り合いながらワイドレシーバー見事にキャッチし攻撃権更新です。サイドワインダーズファースター。ディフェンスの競り合い、文字通り1対1の勝負でした。それに勝ちましたのはサイドワインダーズ0番の攻撃、神戸学院大学出身。さあ相手陣9ヤードに入りまして、サイドワインダーズファーストダウン2ゴールに入ります。残り4回でこの9ヤード突破を図ります。がそれは琉球も許さない。ダンプレーを展開しようとしましたが、琉球66番立ちふさがりまして、このラン1ヤードロスに変えました。見事な対応をしております。琉球66番は町田、広島三陰学院高校出身のプレイヤーです。学生時代アメリカンフットボール未経験ながら素晴らしい活躍を見せております。サイドワインダーズセカンドダウン2ゴール、パス不成功。ここで右に走り込みました。ワイドレシーバー0番にパスを投じましたが、しかしわずかにオーバースロー、パス不成功によりサードダウンに変わります。ボールオンは相手陣11ヤード。サイドワインダーズサードダウン2ゴール。さあこの状況を注目しましょう。タッチダウン。クォーターバック19番、ここでエンドゾーンへのパス、
ワイドレシーバー12番、ディフェンスカバーありながらこれを見事にキャッチしまして、タッチャー。サイドワインダーズ6点追加となっています。見事タッチダウンを決めましたのはサイドワインダーズ12番の田原、立命館大学出身。キック成功、1点追加。サイドワインダーズ23点、琉球ガーデンライオンズ0点となりました。琉球ディフェンス陣素晴らしいプレーを連続し、このサイドワインダーズ攻撃を断ち切らんとしておりますが、サイドワインダーズ素晴らしい個々の力量を見せまして、この状況を打開しタッチダウンを重ねております。その得点を挙げましたサイドワインダーズのキックオフで試合再開となります。さあリターンに入ります。琉球中央切れ込んでいく、スピードに出ましては自陣30ヤードを超えた地点からの攻撃となります。リターナー10番はゴヤでした。琉球ガーディアンライオンズ自陣33ヤードからファーストアウト。パス成功、さらに行きます。ナイスゲイファースター。クォーターバック7番、左に展開した3番にパス、3番タックル受けながらキャッチしまして、そのままさらにセカンドエフォートで攻撃権更新です。琉球ガーデンライオンズファースター。見事なキャッチアンドラン決めましたのは琉球3番の池口、日本大学出身。琉球自陣44ヤードからファーストダウン10。さあ今度は左のレシーバーのヒッチパス、キャッチアンドラン図らせましたが、しかしこれはサイドワインダーズディフェンス集まりよくノーゲインとなっています。パスを取りましたのは29番の中村でした。城西大学出身。琉球ガーデンライオンズセカンドダウン10。キュービーサーク、クォーターバック7番、パスを通さんと下がりましたが、これを見計らってサイドワインダーズ54番殺到しキュービーサーク、大きなロスに変えています。見事な QB サック決めましたのは、サイドワインダーズ54番の井上、京都工芸繊維大学出身。琉球サーダウンロング、ボールオンは自陣33ヤード、キュービーサーク。今度はサイドワインダーズ47番が一気に切れ込みまして、キュービーサーク、このプレーを阻止しました。立て続けにキュービーサークを重ねております。サイドワインダーズ47番は村越でした。兵庫県立大学出身、こちらも地元兵庫県出身の
兵庫県大学の大学の出身のプレイヤーが活躍しました。琉球フォースダウンロングパントフォーメーションを選択します。さあ7番がリターンに入るが、これは琉球カバー。サイドワインダーズ自陣44ヤードからの攻撃に変わります。サイドワインダーズ自陣44ヤードからファーストダウン10。ナイスラン、ファーストラン。難に枠ダラン、ハンドオフ託され中央突破する際タックルを受けましたが、これを振りほどいてセカンドフォード、一気に切れ込みまして攻撃権更新としています。サイドワインダーズファースター。サイドワインダーズキャリア7番は藤本です。神戸学院大学出身。サイドワインダーズファースタウン10。再びランプレーでした。キャリア7番4番、ディフェンス殺到しましたが、見事なチェンジオペースで前進図っております。ゲインは2ヤード。サイドワインダーズキャリア4番はオサ。サイドワインダーズセカンドダウン10。パス不成功。ここでパスプレーを挟みました。しかしこのパスはディフェンスカバーよく、パス不成功となっています。ここで負傷者が発生したためレフェリータイムアウトが入ります。この配信は X2 ウエスト6チーム、 X3 ウエスト13チーム、計19チームの合同企画によって実現しております。試合再開です。サイドワインダーズサードダウン10。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。ここで負傷者が発生したためレフェリータイムアウトも入っております。
先ほどオフェンスにインテンショナルグラウンディング、不正な前パスの反則がありかということでイエローフラッグ投入されましたが、この反則は発生なく、先ほどのプレーはパス不成功という判定になっております。タイムアウトを解けまして試合再開となります。サイドワインダーズフォースダウン10、このパントはサイドライン割りまして琉球陣11ヤード付近で攻守交代となります。岩谷様、応援メッセージありがとうございます。現在フィールド上負傷者が発生しておりまして、現在タイムアウトとなっております。攻撃権変わりまして琉球ガーデンライオンズの攻撃に変わります。琉球ファーストダウン10、パス不成功。琉球パスプレーにより状況打開を図りました。ターゲットは3番でしたが、これはディフェンスのカバーありましてパス不成功となっています。琉球セカンドダウンに変わります。パス成功。クォーターバック7番プレッシャー浴びながら、右にいたワイドレシーバー10番にパスを通しておりますが、サードダウンに変わります。琉球サーダウン6、 TY 様77番頑張れ、中谷選手ですね、奮闘を期待しましょう。しかしパス不成功です。なんとか状況打開図らんとパス攻撃展開しておりますが、琉球フォースダウンに変わりました。琉球フォースダウン6、試合時間残り38秒、パス不成功。ここで一気にビッグエイン図らんとロングパスを投じました。クォーターバック7番、ターゲットは10番、なんとかこれをトランと飛びつきましたが、しかしわずかに届かずパス不成功となり攻守交代となります。
攻撃権はサイドワインダーズに変わります。サイドワインダーズ相手陣15ヤードからファーストダウン10。サイドワインダーズビクトリーフォーメーションを取ります。2ダウンランとしまして時計を回します。膝をつきますとランプレーという形になりまして時計が回り続けます。残り時間10秒を切りました。ここでホイッスル、ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりましてサイドワインダーズ23点、琉球ガーディアンライオンズ0点、サイドワインダーズの勝利となりました。琉球奮闘むなしく敗戦という形になりましたが、しかし互角の戦いを演じておりました。素晴らしい戦いでした。ナイスファイトでした。そしてその琉球の気迫あふれる試合運びを見事振るい跳ねまして、サイドワインダーズ勝利をしました。サイドワインダーズナイスゲームでした。琉球厳しい状況になりましたが、しかしまだ可能性が残っております。その可能性に向けてこれからも奮闘を期待いたします。ナイスファイトでした。両チーム X2 という大きな舞台に挑むその一戦にかける意気込み、その意気込みあふれる素晴らしい戦いを演じていただきました。両チーム素晴らしい戦いをありがとうございました。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはグドンダが志しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだつわものが突きつけるかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、
この配信は一旦ここで終わらせていただきます。皆様長時間のご視聴ご観戦ありがとうございました。この配信は X ウエスト、X イウエスト全19チームの合同企画によって実現いたしました。その配信を許可いただきましたのは NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会です。これらのご期待に添えるようできる限り本日配信させていただきましたのは私道楽屋理社でした。この後に続きます X3 のもう一試合、広島ホークス対クラブアイランズの一戦もチャンネル変えまして配信させていただきます。その機会許される方々はまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。